ミューファイブロケット、ミューファイブロケット、ミューファイブロケット、ギリシア文字のミューに、ローマ数字の語は、文部省宇宙科学研究所と、後継機関の独立行政法人宇宙、航空研究開発機構参加の宇宙科学研究所が、日産自動車宇宙航空事業部と、後継企業の IHI アロスペースと共同で、開発し、アイセスが運用していた人工衛星や、 惑星探査機打ち上げ用の3段式の全段古代燃料ロケット。ミューファイブロケットはミューロケットシリーズの第2期計画であるアブソリュート計画の第2段階であり、第1段階の M-3SII ロケットで打ち上げられた先駆けや彗星による彗星探査以降、惑星探査の機運が高まったことに伴い、提案されたものである。 政策としては1989年6月改定の宇宙開発政策大綱において宇宙科学研究の一層の推進と全段個体ロケット技術の最適な維持発展、内野裏宇宙空間観測所の有効利用を目的として位置づけられ1990年から開発が始まった。開発開始以前から MV と呼ばれており、第一弾に微力を持つ点が異なるが、 それ以外の設計は、完成型とほぼ同じであった。1995年に、内野浦宇宙空間観測所から最初の打ち上げを予定していたが、モーターケースの素材として採用された、高張力光 HT-230 の水素、モロ製に関する問題が1992年5月に発見され、材料の選定からやり直す必要があったために、 完成が2年遅れることとなった。1000人の M-3SII ロケットは1995年に運用終了となっていたため、打ち上げ予定が大幅にずれ、火星探査機のぞみは、この影響を最も受けてしまった。1号機の成功以降、4号機の失敗、工術以外の打ち上げ実験は全て成功理に行われ、7機打ち上げ6機成功という結果を残したが、 2006年7月26日、ミューファイブロケットの廃止の決定が下された。2006年9月23日の SOLARB の打ち上げを最後に現役を退き、糸川秀夫博士のペンシルロケットに起源を持つ完全国産個体燃料ロケットであるミューシリーズの最終機種となった。ミューシリーズで培われた様々な個体燃料系技術は HE や h IIB の固体ロケットブースター SRBA や小型科学衛星シリーズの打ち上げで宇宙科学研究所が中心的に利用する予定のイプシロンロットなどに活用され、その他の技術は多くの国産ロケットに継承されることになる。1段目の M-14 は内面燃焼の固体燃料ロケットを好調力行のモーターケース液体ロケットのエンジンに 相当に収めており、姿勢制御は、稼働ノズルによる水力変更制御によって行われる。一般に、MNTVC はジンバルに接続された燃焼室の向きを変えることで行われるが、MV では柔軟な素材で製作されたノズルの形を変形させることで行われる。二段目の M-24 も高張力項のモーターケースを持つが、姿勢制御は、 ノズル内部への液体噴射による水力方向制御が採用されている。3段目の M-34 ではモーターケースの素材として炭素繊維強化プラスチックが採用されている。オプションで4段目にキックモーターを搭載することも可能であり、その場合には月繊維軌道や太陽周回軌道に 500kg の探査機を打ち上げることが可能となる。キックモーターキロメートル V1 の モーターケースの素材も炭素繊維強化プラスチックである。また、M-34 とキロメートル分位1では全長を短縮するために、ロケット収納時には折りたたまれ分離後に全長が伸びる新展ノズルが採用された。この新展ノズルは M-3SII ロケット4号機のキックモーターで、はじめ実用化されたものである。 M-34 の姿勢制御には、MNTVC、キロメートル V1 には、スピン安定が採用されている。近年開発された大型ロケットには珍しく、海側に傾けた、レールランチャーにより斜めに発射される。M-3SII までは、重力ターン方式による飛行マニューバーのため、斜め打ち上げは必須であったが、誘導機能が強化された MV の場合は垂直に、 打ち上げでも、衛星軌道投入は可能である。しかし、MV が従来通り斜め打ち上げであるのは、ロケットの打ち上げに失敗した場合、いち早く海側に投げ落とすことで、発射台の被害を最小限に抑えるためである。全微重量139トンというァイ5ロケットの大きさは、同じ三段式固体燃料ロケットを採用した、アメリカ空軍の ICBM である。 LGM-118 ピースキーパー88.5トンや同型モーターを採用したロッキード・マーティン社のアテナ E ロケット120.7トン、ロシアの SLBM である R-3990 トンをしのぎ世界最大級の固体燃料ロケットとなっている。ただしブースターも含めればスペースシャトル固体燃料補助ロケットとその派生型の RSI の一段目が 世界最大の固体燃料ロケットである。しかし、MV は大量に作られるこれらのミサイルや多くの商業ロケットとは異なり、一機一機が衛星、探査機に合わせて組み立てられた特注品であり、積み荷に合わせた仕様に調整することができる、その分効果であることが弱点である。また、そのランチャーは発射時の分身反射波がロケット側に 直接跳ね返る構造であるため、発射時に大きな振動が加わり、衛星に損傷を与えかねない危険もはらんでいた。ミューファイブロケットは衛星ごとにカスタマイズされているため統一的な仕様が存在しない。代表例として1号機及び5号機の仕様を記す。1号機、5号機。括弧内は参考として M-3SII ロケットのもの。一号機の打ち上げ後、 そのままの性能ではつき、惑星探査を行うに、3号機の要求を満たせないことが明らかになった。これによって、2、3号機以降では、第3弾モーターを 120mm 伸長し、水薬を約 700kg 増量する改良が行われた。他に、水薬に添加される、QKL の生産が終了したために、キロメートル分位置に使用されているものと同じものに、 変更されている。1号機の第3弾は M-34R、増強が行われた2号機以降の第3弾は M-34B と呼ばれる。第2弾モーターが M-24 から M-25 に変更されている。構造においては、モーターケース材の高張力鋼から CFRP への変更が行われ、構造重量を2割削減した上、 M-34 のケース材より強度の高い材質を使用している。これによって M-24 の約2倍の燃焼内圧を実現し、水力が向上された。また、燃焼内圧の向上に伴いノズルは小型化され、第1弾全部鏡板はフィス時の雑屈防止のために板圧が 4.3mm から 5.5mm まで増圧されている。姿勢制御においては、 リトベックから、ノズル自体を稼働とし熱電池を用いて、電動アクチュエータで駆動する、MTVC への変更がなされている。また、第1弾、SMRC の4方向3機ずつ、計12機削減とそれによる、後部灯の軽量化、第1弾と第2弾をつなぐ1、2弾次手の単純化、第2弾と第3弾をつなぐ2、3弾次手の短縮化が、施された。 これらは主にコストダウン及び高性能化を目的として以前より研究が進められていたものであり4号機の打ち上げ失敗をきっかけとする変更ではない4号機の失敗に起因する仕様変更は第1弾及び第3弾ノズル材のグラファイトから 3DCC 副鋼材への変更のみであるなおオプションのキックモーターキロメートル V2 を使用した場合は 三段目を地球周回軌道に投入することができず、その代わり、正規状態三段式のカタログスペックである地球周回軌道投入能力1.85トンを上回る能力の発揮が可能である。5号機以降での使用変更は大幅なものであったために、欧米のウェブサイトでは5号機以降のァイブロケットを MVE や M-5 等と表記している場合がある。 7、8号機においては、H、E やロケット6号機の打ち上げ、失敗原因解析結果の水平展開として第1弾に2機、搭載されている指令破壊装置転換系系装の位置上超過が図られたほか、新たに耐熱保護カバーが設置された。当初は、M-24 モーターのノズルとして、外装進展、展開スラット型公開コーヒノズルを採用することも、 考えられていた。これは M-34 の進展ノズルと同様に4機の自己投機式ダブルリバースヘリカスプリング進展機構によってモーター点火後にノズルを進展させ、さらにノズル内圧によって8枚のスラットを壁面上に展開、エクジットコーンを形成するというものであり、展開後のノズルで光景は MV の機体直径である2.5メートルを 大幅に超えるものとなる構想であった。また、ノズルスロート材としては、2DC、C 副合材を用いる予定もあった。蒸気の進展機構に関して1991年7月24日に、のしろロケット実験場で、真空燃焼試験が行われた。1、8スケールモデルが装備された、TM-250E、EEC、e、モーターが用いられ、点火4秒後に、 ノズルが進展、さらにその1秒後に、スラットが展開され、燃焼は正常に終了した。しかし、進展力の設定値が過小であったため、進展動作は万全ではなかった。この真空燃焼試験によって、外装進展、展開スラット型公開公費、ノズルシステムの成立性は実証されたが、実機には採用されなかった。 ジャクサは、ISES IS から引き継いだミューファイブロケットと、NASDA から引き継いだ H2 や HIIB の2系統のロケットを維持、開発してきたが、MV を廃止して、新型の固体燃料ロケットを開発するという報道が6年3月になされた。2006年7月26日には、ミューファイブロケットの廃止が決定された。この背景には、 ミューファイブロケットの半分弱の能力を持つ M-3SII ロケットを廃止したため、科学衛星をミューファイブロケットの能力に合わせて開発してしまったことへの反省がある。MV は ICBM にも転用可能な性能を持っており、それに合わせた衛星は科学衛星としては大型かつ高価すぎ、MV 自体の価格も相まって予算上の理由から、 衛星開発の間隔が伸びざるを得ない。アイセスとしても MV より小型で低価格のロケットを開発して小型衛星を多数打ち上げたいという意向を持っていたためミューファイブロケットの1段目を省略して第2段からキックモーターまでの3段式としノーズフェアリングに集中させた電子装備を回収再使用するアニや第1段への CFRP 一体型 モーターケースの採用や、機体構成、製造プロセス、運用システムを見直し、搭載電子機器の統合、を、簡素化を行う案を模索していたところであった。また、8号機打ち上げ後の記者会見では、森田プロジェクトマネージャーより、SRBA 流用と HEA とのコンポーネントの通貨によるコスト削減案を検討している旨が述べられている。 約75億円で、ペイロードが2トン弱という MV の打ち上げ費用が、規模が同程度の GX ロケットより高いという問題も、あった。しかし後に、その GX ロケットも一気の費用が、MV は愚か HEA より高くなる投資になった、ため、開発が中止されている。一方、HEA ロケットと比較した場合、MV の方が、ペイロード重量あたり単価が高いため、 衛星によっては、HEA に相乗りして打ち上げた方が安いこともあり得る。このような事情から2007年、HEA の SRB を改造して1段目に使用し、2.3段目には、ミュハイブロケットの3段目と4段目を改良して、使用することで低軌道に1.2トンのペロードを投入する案が採用され、磁気固体ロケットの過小で開発を開始した。当初、 次期固体ロケットはまず二段式を開発し、オプションとして三段目を追加できるとしていた。この案ではペイロードが 500kg と MV に比べてあまりに貧弱であり、また、脾水力が液体ロケットより低い固体ロケットを二段式で使用するため極めて非効率なロケットになってしまうことから、次期固体ロケットへの批判と MV 存続、もしくは MV ライトの開発の声が巻き起こった。 また、かつて同じように、SRB と M シリーズの上段を組み合わせた JI ロケットが事実上失敗したことも、磁気固体ロケットを批判する材料になった。しかし、磁気固体ロケットの開発が進むにつれ、関係者が磁気固体ロケットの意義を説明したこと、二段式案が消えて、最初から三段式としたことなどから、批判の声は人生化した。批判者の一人である、 松浦深也は MV の廃止は旧科学技術庁の官僚が冒険の東大ロケットの末裔である MV を嫌った結果でありその結果文科省への不信を生んだとする見方を示している。2010年4月 JAXA は磁気固体ロケットの名称をイプシロンとすることを発表した。なお、 ミューファイブロケットの廃止に伴って、内野浦宇宙空間観測所の閉所と、種ヶ島宇宙センターへの集約も検討されたが、イプシロンロケットの打ち上げを内野浦で行う方向で検討が進められ、2012年に内野浦での打ち上げが正式決定された。イプシロンロケット1号機は2013年9月14日に内野浦宇宙空間観測所から人工衛星、 衛星軌動投入後に、日先と命名の打ち上げに成功した。以下に、ミューファイブロケットと他のロケットとの費用比較を掲げる。つまりイプシロンは、MV に比べ搭載能力で6割、費用で半分以下、所要日数でははるかに短縮できるのである。イプシロンロケットは、開発費用に200億円を予定しているが、年間1機の打ち上げを想定した場合、イプシロンロケットは、 MV より年45から50億円安くなることになる。これと小型低価格の科学衛星を組み合わせることで、科学衛星1機あたりの経費を半減し、開発間隔を短縮することを狙っている。2008年10月11日以降、i s i s 相模原キャンパスにおいて M-3SII ロケット実物大模型の向かい側に、 ミューファイブロケット2号機の実機展示が行われている。第2弾には2008年3月に行われた燃焼試験に用いられた2号機の第2弾が用いられている。しかし、第1弾は6号機に流用されたために残っておらず、廃止決定前に生産が始まっていた9号機のものが流されている。また、ノーズフェアリングには実物大模型を用いている。これは、 実物のノーズフェアリングには耐熱、断熱材としてコルクが使われており、雨に弱く野外展示に向かないことによる MV の信頼性確保という観点で衛星打ち上げ時のフェアリング内部と外部の気圧差による動作不良などが発生しないことを事前に検証するため2004年2月まで富士通の VPP-812 が3月から NEC 製のスーパーコンピュータ SX-6 の複数濃度構成によるシミュレーターが稼働していた。これらのシミュレーターを利用することによりコスト低減が図られるものと予想されていた。結果的に MV の運用は終了となってしまった。MV は全段固体燃料のロケットとして見た場合には、搭載衛星に合わせた微調整がなされる反カスタムメイド品的な側面は、 あるものの、外して高精度な打ち上げが可能な固体燃料ロケットとして認識されている。そのために、アメリカから固体燃料ロケットの技術開発のためにという名目で、身長のズル、ロケットモーター本体、誘導装置などのミューファイブロケットに特徴的な設計や技術提供を打診されたことがあるが、日本政府及びアイセスは技術開発と 学術研究を目的として開発しているロケットが、軍事転用される可能性が非常に高いという理由のため断っている。なお、HE や HE やロケットの LE-7 シリーズエンジンや、慣性誘導装置でも、同様の事例がある。さらに大型固体燃料ロケットの開発中止、凍結という話もあるの決定的な理由としては、行政改革に伴う、 予算削減の中において新規ロケット開発の開発予算を計上することは非常に難しいこと財務当局及び国会において指摘されたこと加えてロケット開発予算を減らしてその分を衛星開発費に振り向けることによって高度な惑星探査や科学探査に必要な機材を開発することが宇宙計画審議会及び 宇宙航空研究開発機構理事会で決定されたためである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。